バネッサ・ビークロフトはイタリア人の現代パフォーマンスアーティストである。ビークロフトはアメリカ合衆国で活動している。ビークロフトの作品の多くは活人画のようなものでプロのモデルによるものであるが、時には大人数によるものもあり、時には裸か、ほぼ裸でなされる。VB61 スティルデス。ダーフはスティルデフ。 第52回ベネツィア・ビエンナ・レバネス・サビークロフトの最初の展示は1993年にミラノで開催された VB01 展であった。翌年、ニューヨークでの初めての展示をアンドレア・ローゼン・ギャラリーで行った。1994年の後半には VB08 展がニューヨークのロングアイランドシティの PS1 で開催された。1998年には ニューヨークのソロモン・アール・グッケンハイム美術館で1999年には東京のスパイラルで20人余りのモデルたちを裸あるいはビキニを着せハイヒール姿で立たせたパフォーマンスを行った。VB55 点10は100の女性がじっと立っているというものでベルリンの新国立美術館で3時間を行われた。このパフォーマンスでは女性たちは裸でストッキングだけを身につけ、 上半身にオイルを塗っていた。2005年10月、パリのシャンゼリゼ通りのルイ・ヴィトンの店のオープニングでの際に、ビークロフトはパフォーマンスを演出した。このイベントで、ビークロフトはルイ・ヴィトンのバッグの隣でモデルたちを棚に並べたのだった。ビークロフトの作品は、トキシック・ティッティーズのようなフェミニズムのアーティストグループに避難されてきた。 ビークロフトはモデルたちに長時間我慢させたり、身体的な苦痛を与えるような、無理なことはさせないのであり、作品で提案されるコンセプチュアルなアイデアを問う、批評を促す。第52回ベネツィア・ビエンナーレレの際には、ビークロフトは、彼女の作品の中で、最も政治的なパフォーマンスである、VB61、静かな死。ダルフールよ、今も耳が聞こえないの 剣を演出した。このパフォーマンスでは、重なり合って積み上げられた死体を模して、およそ30人のスーダン人の女性が、地面に広げられた白いキャンバスの上でうつ伏せに寝そべる、ことが行われたのだが、スーダンでのダルフールの虐殺を表彰していたのだった。スーダンの双子を養子にするというビークロフトの計画は、ピエトラ・ブレッド・ケリーによる、スター・アーティストとスーダンの双子という、 ドキュメンタリー映画の題材となった。このドキュメンタリー映画はサンダンス映画祭のワールドシネマドキュメンタリー部門に出品された。この映画で、ビークロフトは善人ぶっててとんでもなく植民地主義的でポストモダンのナルシストとされ、二人のスーダン人の孤児を芸術作品にするという不利な引用であり、最悪の振る舞いが記録されてしまった。 2009年ミラノの PAC でのパフォーマンスはアフリカ移民の最後の晩餐であり、移民たちはスーツで清掃していたがナイフもフォークもなしで軽肉料理を食べた。2010年にビークローフトはメルカトイッティコディナポリで展覧会を行った。ありがとうございます。